さあ、今日はこのお話聞かせていただいているのは、はい、カジカフェということで、はい、まあ、カジさんにとって、カジ選手にとって、はい、まあ、非常にゆかりがあるというか、あ、そうですね、ゆかりがあるという表現も正しいのかな、ちょっとね、まあ、ガンバの、ね、大阪に住まれているサポーターの皆さんにとっては、はい、結構馴染み深いお店にもうなってるんじゃないかなと思いますけど、そうですね、まあ、大阪といえばカジカフェ、うんうん、ぐらいのね、はい、うん、もうククルかカジカフェか、はいはい、デンっていう感じです、ね、デンっていう、はい、全部携帯違いますけどねカフェとたこ焼き焼肉だから、うん、もうそんな感じだ、名所になってるとは思います、はいはい、ということで、まあ、今日せっかく寄せていただいたので、はい、まあ、少しそのカジカフェで提供されてるメニューだったり、はい、ちょっとご用意いただいているということで、そうですね、はい、今日ご紹介いただいていいですか、食事しながら、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあ、ということでカジカフェちょっとお食事をご用意していただきました、はい、ありがとうございます、はい、こちら前菜の方もうパッと見た時に、はい、あ、もうこれ絶対美味しいなと、はい、いうのはねちょっと感じますけど、この白いのが豆乳豆腐、豆乳の豆腐、ね、はい、はい、そしてこちらがイカ、まあ、これはもうホタルイカの酢味噌和えになるんですかね、はいはいはい、そしてその奥ですよね、これはもうキノコとウドのあれですね、はい、はい、まあ、タケノコとこのウドの木の芽和え、はい、そして隣ちょっとね匂いもありますけれども、はい、わさび菜のお出汁ということでご用意いただいてますが、はい、そのこのカジカフェね、はい、我々は、まあ、カジ選手のなんかお店なのかなとか、はい、こうぼんやりは思ってるんですけど、はい、実際にはこのカジカフェっていうのはカジ選手にとってはどういうお店になるんですかね、多分皆さんは多分僕の店だとは思ってるんですよ、うん、はいはいはい、でも実際は僕じゃなくて、はい、嫁さんがやってる、あ、カジ選手の奥さんがやってらっしゃるお店、はい、そこちょっと勘違いしてる人がいるんで、はい、はい、嫁さんが全部やってる、うーん、僕は何もノータッチなんで、はい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 、じゃあ奥さんがお店やるんだ、はい、やりたいんだっていう話になった時に、お、そうなのぐらい、うん、やったらあ、相談の時にもそんな感じだったの、うん、そうですそうです、うーん、やりたかったらやったらっていう、うんうん、で本当にお店やっちゃったっていう、そうですそうです、いや、まあ大変ですけどね、いろいろね、うん、でもこのほら飲食だったり、はい、まあ、洋服だったりいろんなお店がある中で、うん、奥さんじゃあなんでカフェってなったんですかね、そうです、まあ、実際こう実家がこう民宿やってるっていう、はい、飲食やってるっていうことで多分自分もそういうのやりたいっていうことから、うん、まあ子供も自分も持ってますし、うん、3人いますし、うん、なんかそういう子供連れでもこう気軽に行けるような、うん、まあ、おしゃれなこう、うん、カフェじゃないですけど、うん、そういうのをやりたい、うん、買ったんじゃないですかね、はい、まあ、淡路島でっていう話ありましたけど、はい、こちらのお肉は淡路牛、はい、淡路牛です、めちゃくちゃ美味しそうですね、これはうまいですね、本当に、はい、もう海選手もね、はい、淡路だし、はい、まあ、もちろんもうお肉の味っていうのはよく知ってらっしゃると思いますけども、うん、やっぱりちょっと違う、うん、違いますね、うん、ちょっといただいていいですか、もう食べましょう、はい、食べましょう、これちょっとさっきお箸見てびっくりしたんですけども、はい、ここにこれね、はい、カジね、カジカフェのカジっていうね、はい、はい、これね、はい、もうスタンプよう押してました僕まだこう始まった当初、あ、こう店が、はい、うん、この夜な夜なこう、うん、カジのスタンプをお箸の上にお箸並べてこうね、テーブルにお箸ドワーって並べて、はい、こうやってこうっていうことをやってたの、サッカー選手やなと思いながら俺何やってんだろう、カフェの従業員じゃないでもそれはそれでちょっと楽しかったですよ、楽しかったですよ、で暇見つけて、うん、まあ、ちょこちょこっとこうやって最初だけですけどね、うん、暇もそんなやってないですけどじゃあそういう意味ではひょっとすると最初オープン当初に来られた方なんかは、はい、海選手がスタンプを押した、いやいやいや、もう間違いなくお箸で食べてたんだ、はい、今日は、はい、今日は今日はしないです、今日はしないですしないですすいません、いただきます、はい、どうぞ、うわ、何から、
これ豆乳豆腐ね、めっちゃ結構人気なんですよこれ。あ、結構はい、こうドロッとしてるというか粘度のある。はい、あのガンバの選手、はい、たまに来るじゃないですか。はいはいはい。でミョウさんとか好きですよ。あ、ミョウジ選手とか。はい、結構食いますね。あ、うん、これ結構粘り気があるんですよ。うん、これでも豆乳豆腐って言われなきゃなんかまた新しい別の、うん、分かんないです。分かんないね。え、これ何ってなりますよね絶対。うん、まあこれはでも明神選手なんかも奥さん料理お上手だし。ああ、そうですね。ね、出てますね、出しますね。その明神選手が、はい、美味しいっていうぐらいだから間違いない、はい、もう間違いないですね。はい、うん、岡井選手なんかは、まあ、お子さん子供さんがすごく好きだっていうのはね、はい、いろいろなところでおっしゃってますけれども、やっぱりキッズルームを併設させるっていうのはやっぱり一つポイントだった。いや、まあそれ、まあ、嫁が決めたことなんで俺は何もしない なくてもいいかって思うけど、別に。いや、逆にキッズルーム作るんだって聞いた時に、うん、あ、気の利く人だなっていう感じ、うん、まあそうなんかっていう。そこもう一つ、お客さんの席にした方がいいんじゃないかなっていうまあ男性からするとね。そうですね、うんうん、でも嫁はもうあそこはキッズルームの方が、うんうん、あった方がいいよと。お子さん連れの人がね、うん、結構遊ぶから、うん、いいよ。実際に梶選手はお店には結構顔出されるんですか？結構来ますよ。昼ご飯食べに来たり、うん、晩ご飯もちょこちょこあの家族で来たり、うん、はい、たまに会ったりしません？ああ、します、します。偶然来られてたサポーターの方とか、はいはいはい、います、います、います、みたいな。はい、梶選手その時どうするの？あ、どうもありがとうございますで普通に梶選手のご飯食べて、はい、食べてます。で、じゃあどうもって言って。あ、そうです。普通です、普通です。むちゃむちゃそういう意味で距離の近い店というか。そうですね。ね、ね、そうですね、うん、それはそう思います。 J リーグの選手の中でもあんまりそういう機会ってないでしょ。どうなんでしょうね。自分がそういう思ってないかもしれないですね。そんな別に一緒だと思ってますもん、うん、別にファンの人も別に、うんうん、自分 もう一般庶民じゃないですか。やっぱ、いや、あのさ、選手側はそう思ってるのよ、うん、俺皆さんと一緒ですよって。でもやっぱり我々からするとね、こうピッチの上でプレーされてる選手、うん、だから、まあ、ある言ってみればまあスターなわけですよ。でももう離れたらもう全然一緒ですよ、うん、もう僕らの感覚の中では、うん、もうあのスタジアム以外では、うん、スタジアムとか練習場以外では本当に本当普通の人ね、どこにでもいる、うん、まあまあ確かにね、うん、人だと思うんで、うん、まあそのそれは別に、うんうん、こういうところで会っても別にあ、どうもっていう感じです、うん、あのそういうお客さん、サポーターの皆さんから、うん、まあ、お店の評判とかってどうなの、聞いたりよ、聞くことあるのか。いや、美味しい、美味しかったですって言ってくれる、うん、まあね、そう言わないといけないじゃないですけどまずかったとは言えないじゃないですか。でも素直な、そのなんていうの、感想っていうのは聞きたいし、嬉しい、嬉しい、嬉しい、あ、ありがとうございますって、うん、また行ったってください。うん、あ、そうか、行ったってくださいになるよね。はい、うんうんうん、ですね。あのちょっと奥の方なんかにもこう食器が置いてあったり、はい、なんか奥さんの食器のこだわりなんていうのちょっと見え隠れしますけどね。そうですね、結構ね、うん、休みの日とか前は結構行ってましたね、京都とか、うん、その骨董品とかじゃないですか、はいはい、行ったり、いろんなカフェ行ったり、うん、勉強しにとか、へー、ランチ一緒に食べに行って、はい、そのまま勉強しに行くみたいな。あ、で奥さんが梶選手に言うんだ。そうそうそう、これいいんじゃないかとか。そうそうそう、ここ行こうよとか、うん、僕朝練習でここ、うん、休みの時とかは行ってましたね結構。へえ、はい、じゃあそういったいろいろなところで見たり食べたりしたものっていうのが結構こう、じゃあお店に反映されてるってこと。そうですね、いろいろ勉強して、うん、あ、こういう食材出せばとか、うん、こういう組み合わせがとか、うんうん、まあいろいろ勉強してますね。梶選手
が一番このお店の中でこのメニューの中でこうおすすめしているメニューとかってあるんですか。僕はこれ豆乳豆腐は美味しい、すごい美味しい、うん、変わってるっていうか、うん、あんまり食べないものなのでこれは美味しいと思いますし、うん、淡路のものは結構多いんでね、うん、魚介類であったり魚であったり、あ魚も結構、はい、仕入れもやってますし、うん、淡路牛もそうですし、はい、天ぷらもうまいですね。天ぷらうまいですよ。へえ、ねえシェフ天ぷらうまいですよね。はいだそうです。はいだそうです。結構いろいろな食材を天ぷらにしてて。そうですね。さつまいもの天ぷらとか。うん。めっちゃうまいですよ。じゃあまたね。はい。皆さん来られる時には。はい。まあ、天ぷらなんかは結構大変かもしれないですけど、出す時にみんながこぞって天ぷらって言っちゃうと。そうですね。まあ今日はこのコース料理のこの前菜とこの、うん。メインのあれなんですけど、はい、まあ、その単品とかでそういうのはうまいですね、うん、天ぷらはやっぱり。じゃあまあ結構その時その時美味しい食材をこう淡路から仕入れて、そうですね、うん、仕入れる時は仕入れて、うん、はい、あと鍋であったり、鍋ここで、そうそうそう、鍋もやりますし、あ全然、焼肉もありますし。焼肉もやってるの、まあ、予約ですけどね。ああ、なるほどね、はい、事前に伺って事前に、うん、はい、その時のカワハギであったり、うんうんうん、いろいろ魚の鍋であったり、もうすごいいろいろありますよ。じゃあもうその季節季節で、そうですね、食材を、うん、カフェじゃないですね。でも今話聞いてると、うん、何でもやってるもんね、うん、だから夜、うん、夜は本当に普通の飲食店、あの晩ご飯食べる、うんうんうん、がっつり食べれるっていう感じですね、うん、どうしてもカフェのイメージがあるから、だってカジカフェって言ってるぐらいだからやっぱりカフェかなってね。そうですね、なんか軽食しか置いてないのかなっていう感じで取られますけど、うんうんうん、夜はもう満載ですねいや今パッと出してもらっただけでもこれだけだからね。そうですね、結構もっとってことでしょ。がっつり食べれますね、はい、じゃあそのランチだけじゃなくてディナーで来てもらうと、はい、でたまにフラッと入ってくるわけでしょ。はい、贅沢ですねそう思うとサポーター暮らしはそうだと思うけどね。美味しい食事で、まあ、僕らは普通に行きますね。 でもまあこのお店、まあ、僕もう初めてようやく来させていただきましたけど、はいはい、あのこれまでこちらのお店にはやっぱり今ガンバにいる選手みんなもうほとんど来たの。そうですね、全員じゃないですけど、うん、はい、まだ来てないの。来てないの誰やろ。いや、ふたも来たし。あ、ふたが選手来ました、はい、この間全員で、はい、パーティーじゃないですけど、はいはい、ドクターのお別れ会、はい、送別会はここでやりました、ね。ふたが選手なんかは何食べたとか。いや結構ねバイキング形式でバン、はい、バンって出したんで。へえ、まさかふたが来ると思わへんかったの何選手でもやっぱり驚きだろ。いや驚きでしょ、絶対来るはずがないあいつが来たって思うと。うーん、はい、でもね俺の聞いてる話では、はい、その何かこう集まりがあるとか、はい、ご飯行こうってなった時に、うん、来ない選手のツートップはふたが選手と、うん、梶選手。ん、そうですか。梶選手もまあ来ないっていう話は。来ない、うん、そうですね、行くのは近場しか行かないです、うん、あの南とかあの梅田とか、はい、あっちの方行くと、はい、もう行くのがしんどいです。ああ、もうあそこ駐車場止めるだけでもしんどいですもんどこに駐車場あんのみたいなじゃあもう本当にこういうホームタウンの地元、そうですね、そうですね、北摂近辺で、うん、ゆっくりしたいんだ。はい、もうゆっくりのんびりしたい。じゃあ選手の集まりがその辺なら行くけども。はい、そうです、そうです。もう北だ南だってなったら、そうですね、まあ、極力行こうとはしてますけど。本当してる。うん、してます、してます、してます。行けないんですよね、いろいろ事情があって行きたくないだけが梶選手また料理出してもらいましたけど、は
これはもうまさにたたきですね。たたきですね。はい。これもイワシのたたきですね。たたき。淡路ちょっと待ってください。うん、誰に確認取ってるんですか。なっちゃん。なっちゃん。奥さんに。正しいこと聞いておかないと。千草さん聞いてないの？え？千草さん聞いてないのこれ？俺が聞いてるの。聞いてなかったの？聞いてない。段取り聞いてなかったの？聞いてない。それはもう司会者の間違い。イワシのイワシのたたき。イワシのたたきじゃなかったね。これは違うな。何のたたきこれ？カッツォ。そりゃそうやろ。カツオでしょ。イワシって聞こえたんですよ。お前がイワシ言うから俺イワシって言い直す。カツオのたたき。じゃあ改めて、はい、加地選手、はい、また新しく料理追加していただきましたけど、はい、これはもうまさにまさに、はい、もうカツオのたたきですね。カツオのたたき、はい、ありがとうございます。これはね、うまいでしょ。これこれも淡路の方から取り寄せていただいたんですか ね、 ね。これは違うのかもしれません。これは多分違うと思いますけど、高知の方かもしれないです ね、 ね。その時の旬なところから、はい、旬なところから、はい、来てますんで、はい、じゃあちょっと、うん、和歌山だそうです。和歌山、和歌山ね、嫁の生まれたとこが那智勝浦なんですよ、はいはい、和歌山で、うん、まあゆかりがあるっていやずっと淡路の話してるんで淡路推しかなと思ったんですけど、はい、これは和歌山ね。はい、生まれが、はい、うん、和歌山、嫁がね、うん、はい、なん で育ちは淡路なんで、うん、はい、強引やな。そういうところで両方からこう淡路も和歌山もっていうところを取ってるんですよね。さすができた嫁です。こんなんでよかったですか。逆にひょっとしたら、はい、こんなんしか使われてへんかもしれない、ね、逆にこういうのが欲しかったかもね。いやそれはもうサポーターからしたらな、はい、ピッチ上か、はい、ファン間での家事しか知らんわけやから、はい、真面目な話はいらんと君はみたいな、ね、思ってるかもしれんけど。いやすごい美味しいな。え、普段奥さんが出してくれる料理っていうのはやっぱ美味しい。いや美味しいですよ。手抜きない？ねえ、食にはすっごいうるさいですね。あ、なんなんでしょう。たまに外食とか行くんですけど、うん、外食も僕ファミレス派なんですよ。おうおうおう、うん、ファミレス行きたいです。どっちかっつったら、うん、でも全部却下されるんですよ。なんで？行くんだったらもっとこう美味しいところとか、うん、いやファミレスも美味しいですけど、うん、こう普段食べれないような食べれないようなところに行きたい。勉強出るんだから勉強もしないでしょ多分ね。いろいろ食のね、うんうん、そういうのもあって、うん、大体いつも僕どこ食べに行くって決めてよって言われるけど、うん、言ったら全部却下されるからもう言わないよ言わないよ。もう嫁が全部あ選んでくれる。うーん、食は多分すごい美味しいものをこう珍しいものというか、うんうんうん、こだわってますね。作るのもそうですけど、まあでもなんかやっぱり食ってアスリートにとっては結構重要というか。いや重要ですね本当、うんうん、体動かすためにやっぱね、うん、栄養のバランスの取れた食事しないといけないんで、うん、まあそれはすごい助かってますね、うん、もう毎日のことなんでもうメニュー考えるの大変でしょやっぱりああいうの、うん、毎日ですよ。でまあ同じの続くとやっぱりね、そうですね、美味しくてもいくらなんでも飽きちゃうし、うん、なあまあ大変やと思いますけどね、いつも食ってくれて。加地選手なんかはほら入念にこう体のこうケアをね、うん、早くクラブハウスに入って帰っていく時も入念にケアしてから帰っていくっていう、うん、そうですね、まあ、できるだけ明日こうフレッシュな状態でっていうのではいつもやってますね、うん、なんかこう大切にしてるルーティンとかある？そのシーズン中これだけ崩したくないねんな。いやもうご飯食べる時間と寝る時間はだいたい決まってる。決まってますね。もうなんかそれをこう崩されるとすごい嫌です。でも遠征とかあるじゃない。あ遠征だからもう決まってるじゃないですか。うん、あじゃあそれを家でもそのペースで。そのペースです。もうだからキャンプっす毎日。
おじいちゃんみたいな。大体何時ぐらいに夕食とか。大体6時半か、うんうん、それが7時ぐらいですね、うん、に食べて、うん、でちょっとゆっくりして、うん、で風呂入っても寝るみたいな。だもう9時とか9時半とか早ければ。布団入ってるの。はい、10時。うん、もう遅くても11時には絶対入ってます。ちょっと最近の小学生よりも早いぐらいじゃない、はい、だからもう9時ぐらいだったらめっちゃ眠くなります。もう目がしょっぽしょっぽして。ナイターとか。え、ナイターとかあるじゃん。ナイターとか大変ですよ。だから7時からなんで、もうこんな遅い時間に何で試合するのみたいなぐらいの感じなんだ。普通のルーティンで考えれば。ご飯の時間やのに。でも今の話、6時、6時半に普段はこうご飯食べるって言うでしょ、はい、試合が7時の時とかの食事ってどうするの。あ、もうそれはもうあのチームで決められてるんで、うんうん、それを同じ行動を取らないといけないんで、うんうん、まあもちろんね、うん、だからまあ大体帰ってきてから試合終わってだから9時とかに、うん、10時ぐらいに食べますね、うん、晩ご飯。でももう本当だったら布団入ってる時間だ。いやいや、ほんそうですけど、うん、でも逆に試合やると興奮して寝れない。寝れないです今度。ああ、多分朝方まで起きてたりとか。あ、寝、あ、そんなに寝れない時あるんだ。布団に入っても寝れへんから、うん、もうイライラ逆にするから、うん、逆にこうもう起きて、うん、DVD 見たりとか。ああ、じゃあもうとんでもないすごい勝ち方したりだとか、はい、劇的なこう展開だったら、そう負け方したりとか、うん、自分が悪かったりとか。うん、するとすごい、まあ、よく寝てすっきりしてもう翌日には持ち帰れないっていう選手だったりいるじゃん。あ、でその日は考えますね、やっぱり終わった瞬間のその一日は。うん、それからまあじゃあなかなかこう寝つけなかったりになったりする。そうですね、目つぶったらふとなんかこう思い出すじゃないですけど。あ、そのシーンが、シーンが、うん、だからそういう時は結構寝れないですね。でまあ次の日からもう切り替えようっていう、うん、もうそれができないとダメなのね。うん、そうですね、もう試合どんどん続いてますからね、うん、もう慣れた、そのいい時も悪い時も常にこうスイッチをっていうのは。あ、もう慣れましたね、うん、うん、もう何なんでしょう、もうやることをやってやっぱりこう、うん、悪かったりとか、うん、ね、良かったりとかっていうのが繰り返しなんで、うん、まあ、ある程度のその基準が、うん、分かってくるんですよね、なんで悪かったとか、うん、あっていうのがね。だからそれはすごい楽ですね、うん、経験もありますし、うん、積み重ねてきたものもあります、うん、まあ、その代表をね、はい、引退するっていう時のところも、うん、まあ、そのチームと、まあ、代表とこう2つをやっていく中でのこうスイッチの難しさっていうのをこう一つ挙げてたでしょ。そうですね、メンタル的にね、ちょっときついですね。やっぱり違うんだ、そのガンバのユニフォーム、代表のユニフォーム。サッカーやることは嫌じゃないわけでしょ。ああ、そうですね、うん、だこれ以上2つやってるとサッカー自体が嫌いになると思う。やりたくなくなる。あ、もうそのぐらいの。そうですね、もう気持ちがもうしんどくなってきて、うん、この逆に。あ、だからもうだったらもう1つの方が集中できるし、うん、いいかなと。迷いはなかったの。全然ないです。その代表っていう、まあ、一つずっとこう背負ってたものが全くないですね。もう、うわー、これはね、はい、若竹の吸い物ですね、これこれはね、うん、美味しいですよ、これいい、これ出しちゃった。いや、香りがもうすごい、うん、うん、シャキシャキ。なあ、いつもこんなの食べて。うん、僕あんま吸い物はあんま好きじゃないですけど、ね、え、吸い物はあんま好きじゃないですけど、うん、ここの吸い物だけは飲める。あのな、ここのシェフのは飲める。そのトーク一番うさんくさいね。そういう言い方。好き嫌いあんの、その前に。ないっすね、ほぼもう。うん、強いて言うなら、うん、鶏の皮の
あの親子丼とかに入ってる、うん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 、あのブツブツの、うんうんうん、もうあれはちょっと無理です。まあダメ、うん、でもあそこカリカリに焼いたら美味しかったですね。あ、そうそう、あれ全然焼くのは全然大丈夫ですよ。だから焼き鳥とか、うん、あ、柔らかいのがあかんね。そうそう、うん、噛んでいくうちにちょっと匂いがこう、うんうんうん、へえ、それぐらい。選手とかね、好き嫌い多い選手とかもいるでしょ。ああ、いますね、うん、藤原。え、そんなイメージないよ。変色したあいつ。あ、そうなの。ああ、俺、あいつ焼肉に行って、うん、あいつと大森と、うん、3人やったもん、あの時、うん、3人かな、食べに行った時に、うん、コウさん、俺パンと野菜だけでいいっすとか言って、ええみたいな、うん、いや他に肉あるっしょみたいな、うんうん、カルビとかさ、いろいろね、ハ、うんうん、ラミとか、うん、美味しいもんあるでしょ、うん、うん、いや、いいっすよ、タンだけでいいっす、タンと野菜だけでいいっすみたいな、うん、えみたいな、何言ってんのこいつそんな話で、ほんで、それで終わったの。終わった。タンとご飯と、ハラはそれで食事が終わり、ほんで、もうトイレ、その間に2回も行って、大腹痛い、腹痛い、腹痛い、なんかもうもう意味不明な、なんか行動がすごいんですよ。へえ。あ、でも藤原選手も結構プライベートが見えないって。見えないですね、言うよね、みんな。嘘つきっす隠したいんですよ、全部隠したいんだ。謎にしたいんです。謎にした、その辺がまだ可愛いじゃんバレバレのなんか。あ、選手は分かってんだ。分かってます、分かってます。だから今回もなんか送別会、うん、その先生の送別会でみんなで集まってここでなんかやろうかって言って、うん、選手がパーって来た、あの集まる時に、うん、春お前来れるかって聞いたら、あ、僕今日ちょっと日帰りで北海道行かないといけないんでとかつって何をこいつ言っとんねんと思って、真剣な真顔で言うんですよ、それわけわからん、なんか日帰りで北海道、北海道、北海道行く、すごいね、日帰りで北海道とか、はいはい、なんかよくわかんないっすわ、まあ、全然わかんないっす、謎です。謎なんだ。謎にしときましょう多分ほんま普通やと思います普通、わざわざそんなこと言って、そうそうそう、ミステリアスな存在になろうと、そう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 、そう、うん、あいつ自身は普通なんですよ普通じゃ多分耐えられない感じなんです、あいつはなんかこいつはもう変わってるって思われたいめっちゃ可愛いや。まあ先週で誰か休みの時に、うん、あいつを一日ちょっと尾行しようっていう。あ、もう潰してでも。いや、そうそう。どんだけ普通か暴いてやると。そうそうそう。もしかしたらめっちゃ体のケアしてて整体とか言ってるかもしれないです。実はそういうところがあるんちゃうかと。うん、朝一ヨガ教室行ってるんちゃうかなっていう感じです。さあ、続いてこれタコと南京とね、これ大根っすね、はい、これ、あの煮物、煮物、あ、またタコも綺麗に切ってあるわね、すごいっすよ、なんかよう手込んでますよ。いや、ほんと一個一個ね、お皿に乗ってる状態、うん、見ても、そうですね、手間暇、うん、かけてますね。ちゃんと伝わってるの？もしかして奥さんがね、今日は気合い入れて作ったよって奥さんは思ってる料理をちゃんと海選手は、あ、気合い入れて作ってくれたなとか、ちゃんと分かる？いや、分かりますよ、それは。分かるの？それはもう分かりますよ。それはもうね、夫婦生活長いですから。もうそれは暗雲の呼吸でもすぐ分かりますよ。でももう手は抜かないです、うちの嫁は。顔全力、全力いつも全力。いや、でもほんまガンバは結婚してる選手みんななんか奥さんとかと仲良かったりとか、家族同士の付き合い、はい、とかもすごいよね。そうですね、みんな仲いいっすよね。岩瀬選手もお子さん生まれたんでしょ。ああ、生まれましたね。ご覧になりました？まだ写メでは見ました。タケノコと、これはね、はい、タケノコの木の芽焼きですね。はい、
これはすごいですよ、これ、ね、こういうね、こういうちょっと、ね、ああなるほど、こうやって持って持ってね、このへえすごい、たまりやんこれ、うんうん、このね、上のこの、うん、これね、うんうん、この上の、うん、香りがね、うん、するよね、普通に褒めながら俺に聞くのやめてくれ、おいしい、これ上乗ってるの何だって、おいしい、来ました来ましたよ、もうこれ話に出てた天ぷら、天ぷらです、今回の天ぷらはもうこれそら豆とこれエビと今旬のタケノコですね、はい、これおすすめ、この食材はもう食材はまあその時のこの旬な食材を使って出すっていうのがもうカジカフェのテーマなんで旬な食材を探してきてお客さんに提供するっていう、うん、じゃあもうその四季折々の旬をもうそのままのもう旬のやつをポンってこうね、うん、出してるっていうところがもう素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしいじゃあちょっといただきます、はい、はい、そら豆も大きいし、あ、エビと一緒になってんねんな、またねこれ肉ですね、これミックスしてるって、ね、これはもう普通に食べさせてくれへんからなほらおいしい、うわうまいねこの豆類と甲殻類のこのコラボ、うんうん、コラボなんかもちおもろいこと言うから普通やコラボって一番普通なこと言うやん、このね、うん、うまいわ、これそら豆のこの甘さね、うん、とこのエビの、エビの甲殻類のガシガシな部分ね、うん、一気にガサツそして最後に塩でこう、ね、キュッとこう締めるみたいな、うん、締めるみたいな、うん、これはもう絶対つけんでも全然美味しいもんね、そうですね、うん、これはタケノコでしょうか、うん、で、うん、え、これいくら予算ぐらいのコースだ、予算は5000円ぐらいですね、コース料理で5000円、うん、まあ言ってもらえれば、うん、いくらでっていう、はい、ある程度の3000、うん、3000からありますけど、うん、3500円ぐらいから、ね、全然噛み合ってない全然知らんし俺これ嫁出た方がいいんじゃないいや、いやでも美味しいわ、いやこれはうまいですね、うん、あんまり昼のイメージが、うん、やっぱカフェって言うとどうしてもな強いから、うん、あんまり夜は結構暇ですね、うーん、夜暇だった方がいいな、そういう意味では、まあね、結構これだけのもんがあるから、うん、食べてほしいですけどね、みんな、うん、さあ、ということで今日はちょっとカジカフェでゆっくりといろんなお話も聞かせていただきましたし、はい、おいしい食事もいただきましたが、はい、改めて今回のガンバファミリー第1回目のプレイヤーインタビューということで、はい、カジ選手お話聞かせていただきましたが、まあ、この番組ご覧いただいている、はい、ぜひサポーターの皆さんに改めてちょっとメッセージいただけますか、はい、まあこれ J2 で、ぶち切って優勝して、来年は J1 で、プレーできるように皆さんと一緒に戦っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。またカジカフェもよろしくお願いします。すいません。すいません。はい、今回のガンバファミリープレイヤーインタビュー、カジ選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、OK です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと店内を
存分にこれカジカフェが宣伝できたね。いや十分ですよ。これカジカフェじゃなくて大体3分ぐらいでまとめる。今話切る結構話したよ今。ああもう切られるやろな。いやなんかでもね使いたいんです。